おはようございます。やこチャンネルです。はい、ということで本日のお楽しみ TV は、やこが一人でお送りするやこチャンネルです。イエーイ。はい、年末にですね、大阪天満宮に、初詣に行った際、あの金魚を私2匹ゲットいたしまして、それを、今後飼っていきたいなと思いまして、じゃん、水槽を買いました。イエーイ。ということで、本日はこの、新しく届いた水槽を、完成させて、あのここに金魚ちゃんたちを入れていきたいなと思いますので、皆さんぜひ金魚さん、ていうかこれ一人で私作れるかな、なんかちょっと心配なんだけど、ちょっと見届けていただけたらなと思いまーす。ではレッツ水槽。サムライピンク BB。 はい、では早速開けていきたいと思いまーす。これ映ってるかな、もうちょっとこっちの方がいい、こんな感じかな。 OK、 一人で作れるかな。金魚元気水きれいセット S ですよ、皆さん。これヤフーショッピング1250円で買いました。非常にお求めやすいお値段で、でも2匹さ買うんやったらさ、このぐらいの大きさで十分ですよね、皆さんね。なんか小学校のなんていうの、まずこれ何が入っているかちょっと見ないとね。あ、これ餌なんだ。なるほど、私さっきペット屋さんで餌買ってきたのについてた。まあでもね、どっちにしろ絶対必要になってくるからね、餌をね、ちゃんとここに置いときましょう。え、ちょっと待って、これプラスチックやし、まあ何でもいいや。すごいブクブクもありますよ、皆さん。ほら、なんか結構本格的なんだが、どんな作り方とかすか。すごい、あの軽き抜きですか、これ。すごい意外となんか難しいのかな、どうやって作るんだろう。あ、そっか、置く場所決めないとね。え、やこねんちで買うんは買うんだけどさ、置く場所、そうだそうだ、水槽の置く場所とさ、これ電源いるくね。ほら、やっぱり電源いるから、やっぱそこかな、テレビの横ですかね、皆さんね。ということで、とりあえず、これ難しくね、なんか写真とかないわけね。どうやって作るのこれ。うん、分からん。やっぱ誰かに来てもらった方が良かった。私できないかも。すごいキャッチー、このね、なんていうの、皮の中みたいな。さっきセットするのかな、なんか石とかもあったんだよね、これ。あ、なるほど、これブクブクしなあかんから、これのブクブクってことね。なんかちょっと あったっけ、こういうことか。ちょっと待って、でもさ、この砂とかってさ、私が自分で買わなあかんってこと。やだ、別売り別売り別売りだって。まあいいわ、とりあえずセットしましょう。だから砂とかもさね、ちょっと今こういう状態なんだけど、砂とかはまた今度買ったらいいってことよね。そうですね、オッケーオッケー。まずこれの組み方立てなんだけど、でも意外と簡単なんじゃない、これ。こういうことでしょ。でもさ、これブクブクさ、わかんの、みほ、わかんないみほ、どうしよう。あ、これか、これを見たらわかるってことね。あー、 understand。 この管でこう、ここにこれを違うんだ、あ、そういうことよね。管でこの水を通すんだって。わかったわ。
いやなこのテープが作りにくいわ。要はこういうことでしょ。ここにこれをつなげて、わかんないのよ。やん入らへんわよこれ。硬いんだけど、硬いんだけど。すごいねこれ。なんかもう一苦労。エアーポンプつけるだけでも一苦労なんですよこれ。でもほら可愛いね金魚ちゃんのために新しいお家を作ってあげないと。いけー、まあ、とりあえずこれでいけるかな。超簡単じゃね。終わりじゃね。ねえこれさ蓋して終わりよ。え蓋して終わりじゃね。終わったんだけど、え、なんかもっと時間かかるかなと思ったけど、え、できましたけど、こんなんでいいの？こっからね、カスタマイズしていけばいいんですよね。あとさ、ほら、砂とかも入れるなんかあるしさ、ね、これちょっと洗った方がいいのかな？どう思います？ね、中身ね、ちょっとゆすいできますね。はい、ちょっと綺麗に洗ってきました。で、早速、水を入れていきたいと思うんですけども、なんとうちの金魚ちゃんたちはセレブなんで、あの天然水を買ってきましたので、あの天然水でね、あの金魚ちゃんたちを私は飼いたいと思いますので、ケース買いしてきた水道水なんてダメです。あのうちの金魚ちゃんたちはセレブなんです。あの尾鷲の天然水で育てるんですよ。3本目こんなもんかしら。こんなもんよね。あ、でもそっか、これがないとあれか、ブクブクしないってことか。なるほどね。何リットル入るのよこれ。キャスト5本、2合、10リットル入るんだ、すごい。で、早速ですよ。これでもさ、ブクブクほんまに、あ、ちょっと待って、これさ、この分のさ容量があるからさ、あふれんじゃね。あ、いける。ダメじゃん、これちょっとブクブクするか、ま、ガチで心配なるかな。ブクブクなるかな。あー充電してるのだ。あーちょっとブクブクするか、コンセント入れてみますね。するわ。こいつを、あ、どうしたらいいのか。あんたが泳いでどうすんのよ。え、ちょっと待って、これをどうにかして私は沈めたいんだけど、この水草、ちょっと水草がさ立ちなさいよ、あんた浅いよ。なんで動かないのかしら。じゃあ、まあ、とりあえず、金魚ちゃん入れましょうかね。はい、うちのかわいい金魚ちゃんたち、ではお引っ越しします。映ってるかな。お引っ越しします。入れているか。この水のかさ分あれよね。
はい、新しいお家だよ。えい。あー。広いお家に引っ越せました。イエーイ。え、なんかいきなり元気ないねんけど。天然水やからね。いい、なんかいいはずやねんけど。あの、もう一品この子がなんかいきなり元気なくなってんけど、皆さん見えます？これさ、これさ、やっぱりちょっと水が多いのかな。あ、元気になった、元気になった。やっぱこれ多いんだわ。ちょっと水抜きましょう。わかんない結局わかんない。まあ、ということで、とりあえずなんか元気にね、育ってくれたらいいかなと思うんですけど、このブクブクがさ、これどういうこと。ピサのシャトーよりひどいわね。どうしたらいいわけ。あまりにもちょっと殺風景なんですけども、なんかカスタマイズしていきたいなと思うので、なんかこの金魚ちゃんたちに、なんていうの、お壺とかさあるじゃん、 お家みたいなちょっと隠れるところとかね、プレゼントしていただける方いたら、ぜひぜひ応募お待ちしておりますので、ぜひ送っていただければなと思います。はい、ということで、天満宮の時にですね、初詣の時に金魚すくいをやったね、あの動画にも上がってたと思うんですけども、海物語の、金魚ちゃんたちがようやく新しいお家にお引越しをして、なんとセレブな天然水で、すくすくと育っていっていただけたらなと思います。とりあえずブクブクがね、こうなってるんですけど、これどうやったらさ沈むんかちょっとわからないんですけども、とりあえずこれが完成ということで、ヤコネが金魚をねこれから買ってきたんで、ね、金魚って、ね、金運が上がるらしいのよ。だから2023これでね金運が上がればなと思っておりますので、本日の金魚ちゃんたちの新しいお家の動画が楽しかったって思った方は、いいねボタンとチャンネル登録と動画の拡散よろしくお願いしまーす。バイバーイ、やっこチャンネルでしたー。